ここが生命の家でいいのか？そうですよ。ここは希代の陰陽師、生命様のお屋敷です。生命に何か用なの？おお、この子犬は会話ができるのか。琥珀は犬ではありません。狐の式神です。悪いが、生命を呼んでくれないか。とあることで生命に会いに来たんだ。私にどんな用だ？我らはかまいたち三兄弟。生命、俺たちはテッソという妖怪に騙されて金を取られちまったんだ。聞くところによると、あんたの腕前は相当なもの。どうか我々の力になってはくれねえか。生命様はとても忙しいんですよ。そんな些細なことで生命様を頼ってくるなんて。ここは便利屋にでもなったんですかね。テッソ、それはどんな妖怪だ？手に器を持って大きな銅線に乗った小坊主だ。今度あいつに会ったらこの金棒でぶん殴ってやるんだが。金を騙し取った後どこかに消えやがったんだ。一太郎兄貴、よく言うぜ。あの時兄貴の方から金をあいつに渡そうとしたじゃねえか。止めようとしても全然聞きやしなかった。バーカ三太郎、よく聞け。我ら三兄弟は世界を背負う大物になるんだ。こんな小さな問題が何だってんだ。それに俺はあいつに会うために戻ったろ。だがあの野郎、すでに逃げてやがった。はっ、金を騙し取った奴がその場でお前らが戻ってくるのをじっと待ってるとでも思ったのか。そうだ、一太郎兄貴を見てたら時に俺は心配になるぜ。なんだって頭がこんなに悪いんだ。やっぱり故郷に帰るべきじゃねえか。兄弟よ、我らは一族の名誉を背負っているんだ。このままのこのこ帰るわけにはいかねえ。二人ともうるさいよ。ずっと真ん中で板挟みになってる僕の気持ちを考えたことがある？どうしていつも僕が我慢しなくちゃいけないんだ。ははは、この三兄弟、金を騙し取られたのはきっと大バカだからだな。なんだと？お前だって頭がいいようには見えないぞ。弓なんか持っちゃってよ。それですごいとでも思ってんのか。俺らの武器はお前のよりも多いんだぞ。一太郎兄貴、あいつに俺たちの力を見せてやろうぜ。我ら兄弟合体の恐ろしさを味わうがいい。力を行使せよ。救急如立よ。眼中腰に飛べ、私の小鳥たち。一太郎兄貴、あいつ想像以上に強いぜ。うるせえ、俺はまだ全力なんざ出しちゃいねえぞ。一太郎兄さん、いつになったら全力を出すんで？移動するときは全力なのに、あ、違う、それは三太郎が全力を出してるんだった。この三兄弟、本当に賑やかですね。助けを求めてここに来たはずなのに、自分たちで口論し始めて喧嘩まで始めちゃって。これっぽっちの実力かよ。お前らを騙せない奴なんているのか。なんだと、こいつ、この金棒でぶん殴られたいのか。一太郎兄貴、俺たちじゃ歯が立たねえよ。分かってる、だからはったりをかましてるだけだ。でも妖怪でもお金を騙し取られたらかわいそう。どこがかわいそうなんだ。苦労して貯めたお金を何も努力していない人に取られちゃったら悲しい。やっぱり一太郎兄貴のせいじゃねえか。お前たち三人揃って俺に助けを求めるなら、そいつを懲らしめてやってもいいぞ。そしてついでに騙された金を取り返してやるよ。
たまにはヒロマサ様も優しいんですね。でもどうやら生命様を必要としているみたいですよ。誰がお前なんかに頼むもんか。俺たち三兄弟は生命に会いに来たんだ。はっ、そうか。じゃあお前たちに手なんか貸さねえよ。俺は努力もせずに利益を得ようとする輩を懲らしめたいだけだ。ヒロマサ様の追跡力は本当にすごいですからね。今回の件はヒロマサに任せるのが一番いいかもしれんな。へえ。おい犬っころ、よくわかってるじゃないか。やっぱりちょっと褒めるだけですぐ図に乗るんですね。なんか言ったか犬っころ。琥珀は何も言ってませんよ。チッ。ヒロマサもやる気があるようだし、ここはヒロマサがどうやってこの事件を片付けるのか見てみよう。ハハ、俺がイカサマ氏をどうやって懲らしめるのか生命に見せてやるぜ。で、そいつにはどんな特徴があるんだ。大きな銅線に乗って傘をかぶり、手には器を持っていたな。それにいかにも人を騙しそうな顔つきだったぜ。人を騙しそうな顔つきのやつに騙されたのか。お前たち本当にバカだな。お前に何がわかるんだ。あいつはまず相手を油断させてだな。一太郎兄貴、やめるんだ。惨めな思いをするだけだぜ。俺がそいつを捕まえてきてやるよ。この辺りで傘をかぶって銅線に乗ったやつなんて一体どこにいるんだ。お侍はん、そん豪華な着物と弓矢、きっと値が張るもんなんやろ。まさに大金持ちって感じや。何？俺が着ているこの服普通じゃないって言うのか。それよりもお前変な格好をしているな。傘をかぶり銅線に乗って坊主のような様相。待てよ、もしかしてお前か。かまいたち三兄弟を騙したのは。とんでもないで。わいはただちょい変わった方法でお布施を買うただけやで。はっ、言い逃れかこのイカサマ姫。騙し取った金を返しやがれ。やからちゃうて。あいつらは仏に仕えるわいのために寄付してくれただけや。いやし、もう寄付されたお金をどうやって出せって言うんや。目覚めよ、時は来た。五行結界陣。ダメ、私の小鳥たち。シャリシャリ。ほんま乱暴なやっちゃな。己の都合と合わん思ったらすぐ手出す。お前みたいな弱いやつと戦っても何の面白みもない。体力の無駄遣いだ。早く騙し取った金を返せ。もうわかったわかった、返すわ。初めからそうしておけば痛い目に遭わずに済んだんだぞ。金に目がくらみやがったな。ふぅ。何か言いたいことでもあるのか。わいはただ寺を修復する金集めようとしとっただけやのに、なんでみんなからそないイカサマシ呼ばわりされなあかんのや。妖怪のお前が寺の修復だと。それにお寺を修復したところで妖怪に何かいいことなんてあるんですかね。この先のボロボロの建物が見えるか。あれが寺や。わいはずっとあれを修復したいと思ってんね。なぜあの寺を修復したいのだ。なんでって、あれはわいの寺や。あ、まあでも前はわいの寺やなかったけどな。昔その寺の中にケチ臭い和尚が住んどったんよ。わいがまだ小ネズミん頃、よーあの寺に出入りしとったんや。
そこの和尚はほんまドケチで、寺ん中でも仏前の灯火にしかごま油が入ってへんのや。わいは腹が減ってはそれを盗み食いしとったさかい、和尚はものすんごうわいを切ろうて、わいを見つけるたびにほうき持って追いかけてきよった。そんなことしていたら誰だって追いかけてくるだろう。盗み食いは悪いことだけど、ちょっとかわいそう。そんなある年、大凶作が起きて、食べるもんが全然見つからんようになったんや。そこで、なんかええもんはないかと寺に忍び込んだんや。やけど、もう何日もろくに食べてへんから、わいはめちゃくちゃひもじいなって、食台に上がる力すらなかったんや。で、空腹と寒さでわいは地面に倒れてしもたんや。その時、わいを見つめる視線に気づいたんや。わいがびっくりして振り返ったら、和尚と目が合うたんや。でも和尚は全然怒っとらんで、なんや、やるせの表情を浮かべとったんや。それは、お前が知っていたあの和尚か。そうや、意外やった。わいを追い払うどころか椿餅くれたんや。ほんでため息をついて、ごま油はお供え用で食べるもんやないって言ったんや。あん時食べた椿餅は最高にうまかったわ。その和尚さんがあなたを助けたってこと？そうなんや。あのケチくさい和尚が、まさか自分の食べ物をネズミのワイに分けてくれるやって思わんかったわ。その和尚はなかなかできた人間のようだな。それからワイはよう和尚のお経を聞きに寺に行くようになってな。ちょっとずつ和尚と仲ようなっていったんや。和尚はずっとこんボロボロの寺修復したい言うとった。寺めっちゃ傷んどって、仏像の上の瓦からも雨漏りしてたんや。雨降ったら寺ん中全部水浸しになってしまうほどや。まあそんでもわいは毎日のように和尚に会いに寺に通ったんやけどな。仲のいい人と一緒にいれば気兼ねしないものね。琥珀もそうです。清明様と一緒にいるのがすごく楽しいです。わいもそうこうしているうち、仏に仕える身になって、その和尚と一緒に修行をしたんや。修行か。で、坊主になったあと、その和尚と一緒に宅発もしたんやで。寺の修復ができるぐらいお布施がたまることを期待してな。そうなったら寺の財政もいっぱい増えて、もっと多くの人の面倒を見ることができるって和尚は言ってたんや。そういうことだったのか。わいは和尚の言葉に感動してもうて、絶対にこん人と一緒に寺修復したるって心に誓うたんや。せやけど、わてらの金は全然たまらんかった。どうしてたまらないの？お布施が少なすぎたの？そうやないんや。実は寺の周りにはひもじい思いをしてる人がぎょうさんおってな。和尚はしょっちゅうその人らの面倒を見とったんや。せやからわてらの稼いだ金もその人らのために使うてたんや。それにこの世の中、金持ってるやつほど一銭も寄付したがらへん。ほんで仕方ないから。仕方ないからどうしたんだ？なんでもない。わてらは何もしてへんで。あ、これじゃあ寺はいつまで経っても修復できないな。そうなんや。せやからわいは人を助けることができれば、寺が修復できようができまいが、どっちでもええと思うようにしたんや。この小坊主、いつの間にか悟りを開いているじゃないか。
でも和尚が突然病気になってしもって、今まで丈夫やったのに急に寝たきりになってしもたんや。もともと寺には何の蓄えもないし、わいも寺で和尚の介抱をせなあかんし、では寺その日食べるもんにも困る始末になったんや。けど幸運なことにうちら以外の人らは行産食料を手に入れることができる大豊作の年やったんや。でうちら苦境を乗り切るために和尚が昔面倒を見たった人たちのところに行って、少しだけでいいさかい食料を分けてもらおうとわいは考えたんや。豊作だったなら皆さん分けてくれますよね。わいも初めはそうなる思っとったんや。でもあいつらにそれ頼んだら顔色が一瞬にして変わったんや。苦労もせずに食料がもらえると思ったか。この食料は冬を越すために必要なんだ。他人に分けられるほど食料は余ってない。そう言うて誰一人少しの食料もくれんかった。なんてやつらだ。ほんま殺生ですわ。和尚は今まであんなにあいつらの助けになろうと手を差し伸べてきたのに、いざとなったら誰もわてらを助けてくれへん。寺帰ってズダ袋の中頭突っ込んでみても空っぽ。和尚はそれを見て苦笑するだけ。何も言わんかった。ちっ、そんなことがあったのか。しかもわざわざこの木に乗じていじめに来よるやつまで寄った。誰もわてらを助けてくれへん。な理不尽とひもじさに毎日苦しめられながら、ついに和尚の最後の時が来てもうたんや。和尚は苦しそうに目開いてこんボロボロの寺眺めてた。で苦しそう笑いながら、お金がたまったらやっぱり寺を修復するかって言ったんや。和尚はずっと行産の人の力になってきたんや。それやのに和尚が苦しい時誰も和尚を助けようとせんかった。和尚が息引き取るまでそばにおったのはわい一人だけやった。あの時わいは心に誓うたんや。絶対に和尚の願い叶えたるってな。でもわいは役立たずやった。こない妖怪の格好のわい見て寄付したる言う人なんか誰もおらんわ。和尚との約束果たすことができへん。わいは無力なんや。そうか、和尚との約束を果たすために人の金を騙し取ってたのか。わいはただ和尚の願いを叶えたいだけなんや。そうだったのか。この金で寺を修復しろ。そしてもう金のために人を騙すのはやめるんだぞ。え、ひろまさ？まさかひろまさ様がこんなに慈悲深いお方だったとは。ほんまでっか？早く受け取れよ。俺たちには他にもやることがあるんだ。おおきに。ほんま、おおきに。これにて一件落着ですね。これはお前たちの金だろ。返すぜ。お前、本当はすごいやつだったんだな。愚かな弟よ。家訓第56条を忘れたのか？助けてもらった人間には
必ず礼を言う。わかってるぜ、一太郎兄貴。でもそれは兄貴の口から言うべきだぜ。もし兄貴がいなかったら、ここに来る必要なんてなかっただろ。確かに俺は男一太郎、家族を背負う男だ。だがな、三太郎よ、こういったことは家族の若い者がするのが礼儀ってもんだ。この三兄弟、本当に困りますね。それより、あなたたちはどうやって騙されたのですか？それは全部一太郎兄貴が悪いんだ。いや、三太郎が行き先に迷ってただただ歩き回ってる時に、あのイカサマ氏に出くわしたんだ。俺のせいだって言うのかよ。そんなこと言うなら、一番下を俺と変わるよ。あの日、俺ら三兄弟は賭場でかなり稼いだ後、外に出た。まあ勝てたのは、俺らが苦労して編み出した必勝法があるからだがな。何が必勝法だよ。俺が勝負中札を隠し持ってただけだの。うるせえ、さんだろ。何度も言ってるだろ。人が話しているときは静かにしてろって。本当に無礼なやつだ。それで外に出たとき、テッソに出くわしたんだ。テッソは寺を修復しようとしていて、修復が完成したら寺の再建の半分をよこすって言ってきた。半分じゃ足りないよ。僕たちは再建が全部欲しいんだ。そこで俺はテッソと交渉して、最終的に再建を4等分して、俺たちが4分の3をいただくってことで合意したんだ。これで俺たちの手元にはどんどん金がたまり、そしてそれを使ってだんだん強くなる。この俺一太郎は一族の名誉を継ぐ男、そして世界を背負って立つ大物になる存在なのだ。この三太郎はテッソとの協議がうまくいったと浮かれ、会う人全員にその話をしやがる。本当に口を慎むことを知らない。これが世界を背負って立つ男のすることか。一太郎兄貴、また俺のことを。兄貴だってあちこちで言ってたじゃねえか。それにいろんな人に言わなかったら、騙されたことにすら気づかなかったじゃねえか。黙れ。俺が話しているときは口を挟むな。その後、テッソがイカサマ氏であることをある人間から聞いた。奴は寺を修復するという口実をもとに、多くの人から金を騙し取っていた。それにその人間から聞いたところ、テッソはそもそも寺を直す気なんてないんだとよ。俺はその事実を知るや否や、よくもまあこの一太郎を騙してくれたもんだと怒り心頭に発した。しかしあいつの行方がわからねえ。そこで仕方なく有名な陰陽師の生命のところにでも行くかとなったわけだ。ああ、ということは、うん、ヒロマサ騙されてしまいましたね。あの野郎生命、まさかあいつがイカサマ氏だっていうことに気づいていたのか。以前にテッソという妖怪の話を聞いたことがあった。ある人は貧しい人を救ういい妖怪だといい、またある人はお金を騙し取る悪い妖怪だという。おそらく金持ちから金を騙し取って、それで貧しい人を助ける妖怪なのだろう。だがこれは憶測に過ぎない。だからあの時私は黙っていたのだ。だが今思えば辻褄が合わない部分が多い。実は全部嘘なのかもしれない。お前絶対わざとだろ。さてな。生命にもちょっと意地悪なところがあるんだ。意外。誰かさんがこんなことを言っていたな。金を騙し取られたのは大バカだからってな。一太郎兄貴、わざわざ俺たちのために金を取り返してくれたんだ。そんな言い方するのはよくねえよ。
ちぃ、うるせえうるせえ、今からテッソの野郎のところに行ってくる。生命、ひろまさが行っちゃったよ。琥珀たちも追いかけますか。このまま一人で行かせたら、ひろまさ様はまた騙されてしまう気がします。そうだな、よし行こう。